海アシ類とは、節足動物門甲殻カ門、海シアコウに属する動物の総称である。現在10目約1万5千種が報告されている。ケンミジ人コ、または、学名コペポーダのカタカナ読みで、コペポーダとも呼ばれる。多くは、浮遊生物として生活する微小な甲殻類であるが、訂生性,性、寄生性なども存在する。海洋生態系においては、食物連鎖上。 重要な位置づけである。カイア類は、貝足や甲に属する甲殻類である。学名の、コペポーダはギリシャ語での、船のオールを意味する、コペと、足を意味する、パスからちなんでいる。カイア類の別名、ケンミジンコは、オイトナアモクの一部とエルガシルスアモクを除く、キクロプス目に分類される、種のことを指すことが多い。胴体を、ケンの葉。 第一触覚をつばに見立てた名称である。なお、ケンミジンコは一般名であり、学術的にはあまり使わない呼び名である。カラヌスメは、髭長ミジンコと呼ばれるが、ケンミジンコとの混合を避けるため、髭ジンコと称する場合がある。大部分は浮遊生活をしている。他に、訂生性、感激性、規制性もある。一部では、地下水性や反陸上性。 波状性も知られる。反陸上性のグループは主に開拓されていない、里山の土壌中や落葉中に多くの種が生息するが、例外的に皇居からの発見例もある。海洋において、プランクトンネットで採集される動物プランクトンで、貝や種類が数、量ともに最大の割合を占めることが多い。魚やクラゲなどの肉食性動物の餌として、極めて重要である。 藻類による光合成で生産されたエネルギーを、魚など、工事の捕食者へ受け渡すという食物連鎖上で、重要な位置である。イア種類の付属指頭部中心にある赤い、ノープリウスガンハルパクチクスモク、ダマリミジンコ族の一種タイグリアパスブレベコーニス、目が発達した、コリケウスカコーリーケアス SP 体系は、基本、円筒形、防水形。 体長は0 3リメートル程度で、多くは1ト、mm、ルと、とても小さい。詳細な形態を観察するには、顕微鏡が必要になる。寄生性の種では、体長3 2トルに達することもある。寄生性の種を除く、基本的な、貝足類の体勢は、大きく分けて、全体部と5体部で構成される。全体部と5体部の境界は、可動で、 屈曲ができる。頭部には、第一触角、第二触角、大顎、第一小学、第二小学、顎足がある。胸部には、第一胸足、第4があるいは、第5胸足がある。第6胸足は、対価的で、メスでは、生殖節上の生殖外に変形していることがある。完全に欠如する種もいる。話はない。尾部先端に、オシがある。 体節数は、頭部一節、胸部六節、腹部四節、合計十一節となるが、メスでは、第六、胸節と第一腹節が完全あるいは不完全に、融合して、生殖複合節を形成する。そのためメスの場合は、合計十節になる。ただし、便宜上、生殖複合節の次の節は、第一腹節とする場合がある。 種によっては生殖複合節に一つまたは二つの卵能をつけることがある。他の種は卵解、または個々で水中へ放つ。生殖複合節に女性脳を持ち、生死を貯蔵することができる種もいる。この種は一度の交尾で必要に応じて、生死と卵と受精させ、一生涯、産卵することが可能である。ノープリウスガンと呼ばれる目は第一触覚の間にあり、 多くは単眼のような働きがある。代表的な属の一つ、キュクロプス属の属名は、ギリシャ神話の一つ目巨人キュクロプスに由来する。種によっては二つ目や五つ目、または目を描く者もいる。視力は大抵、明度を認識する程度しかない。しかし、ポンテラカやコリケウスカなどのグループでは、目が発達し大きなレンズ眼となり、形態を認識する視力を持っているとされている。 カラヌスメとミソフリア目の一部は心臓を持ち、第一、胸節、または第二、胸節の背面に位置する。側面に二つ、後方に一つの開口があり、前方に大動脈がある。ただし大動脈を隠しもいる。心拍数は1分間に300回程度。開放循環系であり、心臓を出た血液は、体構内の昇降中を循環し、心臓へ戻る。 血色素はヘムエリスリンだが、甲殻類で一般的なヘモシアニンは報告されていない。卵から孵化すると、ノープリウス陽性、コペポニット陽体を経て生体になる。ノープリウス陽性は、ノープリウス第1から6期、コペポニット陽体は、コペポニット第1から5期、生体は、コペポニット第6期に相当する。計12つのステージがある。寄生性のグループでは、 ステージ数を短縮することが知られている。それぞれのステージは脱皮をすることで次のステージに移行し、生態になると脱皮をしなくなる。したがって、一生の脱皮回数は11回となる。ハルパクチクス目の一部とキクロプス目の一部、カラヌス目の一部のグループは、生息に不適な状況の間休眠する。コペポリット様態や、 稀に生体の時に休眠するが、中には休眠卵やシストになるものもいる。多くは産卵後にすぐに発生し孵化する、休発卵だが、種により環境が後期になると孵化する、休止卵、あるいは環境が後期になっても一定期間経過しないと孵化しない、休眠卵を産卵する。後者二つを抗議な意味の休眠卵とまとめることもある。休眠卵の形状は、 海産種では枝状突起や円盤状構造物をつける。これに対し、急発卵は卵獲が平滑で構造物がない。海底には数センチメートルで数万個の休眠卵が堆積している資産がある。300年経過した休眠卵を公的条件にしたところを孵化し、生体まで成長したという例がある。コペポリッ体、または生態の民は体内に、 多くの油玉を形成する。この油玉体積比は60%を超える。脂質の種類は多くは、ワックスエステルとトリグリセリドで、油球中には、ワックスエステルが含まれ、トリグリセリドは体内中に分散している。一部にプリーステインがあり、中性浮力として機能していると考えられている。トリグリセリドを持つ個体は、休眠以外でも見られ、休眠個体には、 ワックスエステルを多く貯蔵している。ワックスエステルはエネルギー貯蔵として働くが、トリグリセリドは海水よりも比重が小さく、浮力としての役割があると考えられている。こうした油玉を多く持った休眠個体は食物連鎖上重要な栄養源となり、水産物中の脂質成分の分布や動態が大きく関わっている。発酵は ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応による。セレンテラジンを基質とし、コペポーダルシフェラーゼが酸化反応の触媒となっている。ATP やマグネシウム等の金属イオンを必要としないのが特徴である。発酵する種は、オーギャプティロイディア浄化がよく知られ、この上下には、アライアタライデイカ、オーギャプテリデイカ、ヘタアラブデデイカ、ルシキュシャデイカ、メトリニデ,デイカ、 ナロウズタイグリデイカが含まれる。その他、二目数種が発行することが報告されている。摂氏120度20分、共産性、共塩基性で失格せず、あらゆるルシフェラーゼの中で、最小サイズ、最起動である。カイア種類は生活で高温、共産性、共塩基性にさらされることはないが、なぜ、それらの体制があるのかはわかっていない。ただし、 タンパク質構造において強い結合力を持つ S、S 結合が多く、それが体勢に関連しているのかもしれない。発酵は分泌型で、体表に分泌腺がある。通常、発酵には性的二型があり、生殖行動に関連していると考えられている。ヘタ・ラブデデイカ・実世多族の一種は、四角捕食者にめがけて分泌し、発酵を目くらましに使用することがある。 この際、発光するのに遅延があり、視覚捕食者の目の前で炸裂するように発光する。海ア種類は世界中の海域で優先する動物プランクトンであり、地球上で最も個体数が多い多細胞生物だと言われている。生物量においても90%を占めることがある。特に海洋で繁栄しているのは海ア種類の中でもカラヌスめに分類される種である。 したがって、動物プランクトンを設置する生物、例えば魚類は、貝野種類を主に設置しているということになる。実際に、日本近海では、消化管内容物を調べると、サンマは62から100%が貝野種類であり、アユコチ魚は92.6%、スズキコチ魚は69.4から93.1%、 カタクチイワシは83%、カタクチイワシのコチギョは100%を占めている。おおむね、魚類の全長が200ミリメートル以下の場合、カイアシ類を主に設置しているということになる。カイアシ類は植物プランクトンを設置して成長するが、植物プランクトンのエネルギーを工事の食物連鎖の段階へ受け渡すという役割を担っている。いわば、 食物連鎖の用という位置づけである。シラスの釜揚げは、シラスのお腹が赤くなっていることが多いが、これは、切除した蚊や種類が釜揚げの熱によって、アスタキサンチンの色素が有利し、赤色を呈したことによる。キクロプス目の一種、サイクロプスストレンス魚に寄生する長首虫科の一種、長首虫蚊の一種。 モンストリラメの一種分類は、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズ及び文献に、従い、カラヌスメの上川、大塚アンドハスト、日本海洋データセンターに準じて分類した。和名は図鑑などを参考にした。2017年にポエキロストムメは、キクロプスメ内に入り、ハルパクチクスメの一部のグループがカヌエラメに、新設された。タウマトプシルスメがあったが、 分子系統学の結果、キクロプスメ内のグループであったためタウマトプシルスメは撤回された。現在10目に分類される。ありがとうございます。